皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです、ちょっと今回は趣向を変えて、ドライブしながらのお話をしていこうかなと思っています。今は新潟に向かっている途中です。で、12月も後半、あと2日かな、あと2日で、年を越します。まあ、私の1年としてはちょっと振り返りをしたいなと思うんですけど、今年の2019年の1月26日に国立派を退院してきて自宅に戻ってきました。で、まあ、そこから、まあ、冬だったので特に何かするっていうわけでもなく、まあ、いろんな書類関係ですよね、申請関係をいろいろしてましたね。まあ、車の改造もしなくちゃいけないし、年度末っていうのもあったので年度末以内でできることはやったり、あとリハビリ病院に行って、まあ、リハを受けるっていうのの、まあ、受診をしたり、地元の総合病院で薬を処方してもらうための、まあ、手続きというか受診をしたりっていうのが、まあ、大体春まで行っていました。で、4月からはまあ、なんだろう、でもリハビリもそうですけど、家の環境、まあ、私がどれだけこう家の周りでうまく過ごせるか、家の中でうまく過ごせるかっていうのを整えたっていうような感じですかね。ゴールデンウィーク前になって、私の車椅子がやっと自分の車椅子が完成したっていうので国立派に取りに行きました。ゴールデンウィーク前に、まあ、そこから、まあ、結構なんかもう旅行三昧が始まった感じもしますね。ゴールデンウィークっていうのもあって、まあ、初めて長距離ドライブ、青森まで5時間くらいかな、片道は友達と、まあ、私の運転と友達の運転代わり番号で行ってみたり、で6月、7月、8月とかはもうリハビリ、まあ、週2回のリハビリをして、もうなんか家で寝るかとか、もう形勢がその頃からすごいどんどん変わってきてて、まあでもその体の変化についていけないながらも、なんだろう、地元の積村協会の人とかとの関わりをしていくうちに、やっぱりもっとなんか広めたいというか、もう同じ境遇の人とのコミュニティが欲しいなとか、もっと情報がある世の中であって欲しいなっていうのがあって、まあ、8月末初めてちょっと YouTube を始めたっていう感じですね。で、まあその初めて今4ヶ月くらいですけど、そこからもう怒涛の4ヶ月、まあ、ありがたいことなんですけど、私が、まあ、ちょっと予想していたというか、こうだったらいいなという目標は、まあ、1年間かけてゆっくり認知してってもらって、でこういろんな分野で出る機会があったらいいなっていうのを思ってたんですけど、ね、4ヶ月ですごいなんか怒涛にいろんな関わってくれる人たちが増えて、1ヶ月のうちに3分の1は、まあ、東京とかどこかしら行くっていうのがこの4ヶ月間続いてて、でなんか最近、まあ、地元を本当は盛り上げたいっていうのが根本にあるんですけど、見つけてくれる人たちというか、お声掛けしてくれる人たちっていうのは県外の人たちばかりで、なかなか地元の人たちと、もうそういう何かやりたいっていうことができなかったんですけど、最近やっとそういうなんか巡り合わせというか出会いがたくさんあって、お声掛けいっぱいいただいて、来年からはなんか地元でたくさんこう自分がやりたいことというか、そういうことができそうだなっていうのがちょっと見えてます。ただ、まあ、せっかくこう SNS とか、まあ、YouTube を通して県外の人たち、たくさんの人たちと知り合うことができたので、
でも会えてない人たちもたくさんいるし、なんかもっと会える場所っていうのを来年は作っていきたいなって思っています。まあ、ちょっと頭の中では計画してるんですけど、まあ、実現するにはまあそ、難しくはないけど、まあ、でも簡単でもないから、ちょっといろいろやらなきゃいけないなと思いますし、ただ大人数でやるっていうのがちょっと今は難しいかなって思うので、まあ、小規模で、ちょこちょことやっていこうかなと思います。来年の抱負はちょっと分かんないけど、でもなんか今は本当にいただけるお話は全部いただいて、ノーなしで言ってるような感じもしますね。本当に4ヶ月が一瞬で過ぎて、4ヶ月でいろんなことが変わりすぎて、自分の中でも全然追いついてない部分がたくさんあるんですけど、でもやっぱ人って動けば変われるっていう言い方が合ってるかわからないけど、なんか夢に向かって本気で、まあ、夢に向かって本当に一歩ずつ一歩ずつ何か行動を起こしていけば変わるものってあるんだなって正直思いました。自分がこうしたいっていうことをまあ口に出してとか、なんか本当にそうであるためにする行動とかって、まあ、簡単ではないけど、でも簡単、まあ、簡単ではないけど簡単、まあ、口にすることは簡単なはずなんだけど、でもみんな恥ずかしいとか、そんなこと言っていいのかとか、なんか言ったらどう思われるんだろうとか、なんかいろんな言ったことに対しての何か偏見というか、なんかそういうのを想像しちゃうからみんな言えなくて言ってなくて、いやでも自分のその抱えてる夢とか、まあ、目標って本当に素敵なことだと個人的には思う。まあ、どんな目標であってもなんか自分が目指す場所があるって本当に素敵なことだと思うから、なんか本当に声に出して、行動してほしいなって思います。そうすればなんか本当に引き寄せて、ね、スピリチュアルみたいな感じでよく言うけど、でも本当に引き寄せってあると思うし、私も言ってたらどん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 本当に引き寄せっていうか、いろんなことが寄ってきてちょっと自分でもびっくりしてるくらいあります。だからどうせ頑張ったってとか叶わない夢だって思うんじゃなくて、自分が本当にその目標とか夢を成し遂げたいのであれば、声に出して口に出して、それに向かっての行動っていうのをやることが大切かなって思います。まあ、何をすればいいかっていうのは、まあ、その目標で違うと思うんですけど、でも絶対やれることってあるし、やらなきゃいけないことっていうのはあるから、まあ、そこを見つけれることっていうのも大切なのかなと個人的には思います。今は車椅子 YouTuber として障害のことを発信して、対同じ人たちに情報を与えたり、あと、まあ、もっといろんな人たちにこういうことがあるんだよっていうことを知ってもらってはいるんですけど、それが当たり前になってほしい、まあ、車椅子という存在が当たり前になってほしいし、障害者っていう障害を持ってる人たちが近くにいることっていうのをもっともっと当たり前の世の中になってほしいなって、個人的には思います。まあ、だから特別な存在としてじゃなく、まあ、個性というか、なんだろうな、まあ、歌が上手い人が、歌上手いからその歌を歌って YouTube に出してるとか、まあ、そういう感じでもう個性という言い方もあまり好きじゃないけど、まあ、個性というか、まあ、特技というか、まあ、そういうことで、まあ、一つの人間の特徴として、その人の特徴として
あるものが障害であってほしいなって思います。まあ、それはいい、本当にいい、いい意味でというか、別に悪い意味でとかじゃなく、その人の特徴。だから目が悪い人だって、本当は言ってみれば障害なんだけど、まあ、コンタクトレンズとかメガネとか、まあ、割合がすごい、目が悪い人の割合が一般的に普通にいるから、何もわからないわけで。で、私は目がいいから、全然目悪い人の気持ちなんかわからないし、メガネがもしその時代、この時代にメガネがなくてコンタクトレンズがなかったらその人たちは何も見えないわけで、それって本当視覚障害者と一緒くらいの勢いではある、まあ、全く見えないわけじゃなくて、ぼやぼやして何もできない、運転もできない、歩くのも道もう段差もわからないっていうのは本当は障害なわけで、ただそれが医療の技術とかが発展したことによって別に障害として捉えられてないっていう、まあ、そういう世界であってほしい。だから車椅子だって、なんだろう、車椅子がこういう風に発展した、昔よりこう発展したことによって普通に一人で出歩ける人たちがたくさんいる。だからなんかパートナーが絶対いるだろうとか、そんなに出歩くのって簡単じゃないだろうっていうことじゃなくて、車椅子の人たちが出歩くことが普通であってほしいなって思います。まあ、だからこそ、まあ段差とかそういう部分もいろんな問題があるから、もっとそういう人たちが当たり前にいて当たり前にいる生活環境っていうのを作っていけたらな、作っていけるようなきっかけの一人でいたいなっていうのがありますね。なんか普通にバラエティ番組とかさ、トークショーとか座ってるだけなんだから、そこに、車椅子の人がいたっていいんじゃないかって思う。その NHK だけとかじゃなくて、民放とかも普通にトーク番組に普通に車椅子タレントさんっていうか、普通にタレントさんの枠で車椅子の人がただいて話すとか、もうほんと将来的には普通に俳優さんとか女優さんとかがいてて、なんだろう、その車椅子っていう映画に特化した話じゃなくて、なん普通の例えば恋愛ドラマとか何でもいいけど、サスペンスでもいいけど、その一人の同僚というか、その一人のなんか警視もいいけど、わかんないけど、なんかそういうなんか脇役でも普通にいるみたいな環境になってくれたらいいなっていうのが本当の、大きなって言ったらあれだけど、まあそういうのを目標としています。で、今後の発信としては、まあ、そういう障害のことも発信していくし、やっぱり私の体も多分、変わっていく部分があるので、そういうところも発信していきたいし、まあ、そうじゃなくても本当に普通にこういう人がいて、こういう風にみんなと当たり前のように生活してるんだよっていうのをもっともっと見せれたらいいなって思います。だからなんか車椅子だから、なんていうの、よくある YouTuber さんがやるなんかド派手なこととか、ド派手なこと、まあ、なんか危険、なんかアクションなんかそういうのをやっちゃいけないとかっていうのもないし、当たり前の一人の人として発信何かできたらいいなと今後は思っています。まあ、でも昔のいろんな YouTuber さんもそうだと思うけど、昔はただの普通の一般人であって、自分がやりたいこととか面白いことをただただ発信していたのがみんなに見てもらえて、今はすごい大物 YouTuber になって世の中にめちゃくちゃ出てみたいな感じだと思います。もともとみんなただの人っていうか普通の人だったわけで、何かすごいとか何か特化してるとかっていうわけでもないと思うんですよね。まあ、私だって別に普通の人だし、なんか家がめっちゃお金持ちとかそういうわけでもない、本当に一般家庭だと思う。自分はこういう家に生まれてこうだからできないとか、こういう性格でこうだからできないんだっていう風な決めつけではなくて、そういうのって変われるもの、なんかね、ある人は人間の
難しいものはないっていうふうに言うけど、でもやっぱり変われるのは本当に自分自身でしかないし、私ももともとずっとこうだったか、ずっとこうだったのかもしれないけど、よりこうである気がする。本当に人は変われる、人は変われるし、どれだけ変わりたいかっていう思いが大切だと思います。なので、なんかそういう部分でも私の活動を、私の YouTube を見て、思ってくれる人っていうか、なんかちょっと変わってくれる人がいてくれたらいいなと思います。今年は本当に皆さんからたくさん見ていただいて、そのおかげで、私がやりたいことに一歩ずつ一歩ずつ近づけていけた、まあ、あっという間の YouTube 始めてからの4ヶ月でした、まあ、2020年、まあ、オリンピックイヤーで多分もっといろんなことがあります。本当障害者の人たちは多分このオリンピックイヤーにめちゃくちゃかけてるというか、この波をどれだけつかめるかっていうのをすごい意識してると思うんですけど、私はその先をもっと当たり前であってほしい。オリンピックイヤーで、消えることなく、そういうブームっていうことじゃなく、なんかもっとその先も当たり前であるような環境が整えれたらいいなと思うので、2020年も皆さんよろしくお願いします。温かく見守ってください。なんかもっと本当に皆さんと会えて、もっと身近に何かできるようなことができればいいし、まあ、そのためには本当に皆さんの応援がないとできないんだけど、なんか何かもっと笑顔を届けれるようなことをやっていきたいなと思います。こんな感じで、ドライブしながらちょっとお話をさせていただきました。まだまだ新潟にはつきませんが、皆さんも2020年素敵な年にしてください。いいねとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。